はい、えー健太郎役。えー、元彼今彼をやらせていただきました。渡辺圭介です。今日は短いですが、よろしくお願いいたします。あのー、皆さんには初めて見ていただけるということでですね。ぜひともあのー、健太郎のことは嫌いにならないでいただきたいって、この一言だけを覚えて劇場から出て行ってください。今日よろしくお願いします。はい、本作恋人同士で見るのは実はおすすめ。 おすすめという方は丸。これは勧めません。恋人同士でなく行ってほしいですという方はバツをお願いします。それではあげていただきましょう。どうぞ。皆さん丸ですね。うん、渡辺さんはこれ見に行った後どんな話になりますかね。いやでもそれこそ僕らが今やってる本当丸バツみたいなことでいろいろね、うん。 やってもいいですし、うん、どっちに肩入れするかであの変わってくるんじゃないですか女性側にすごくいや分かるあれだよねあの時のあの感情がとか言うのかケンタロウ側に肩入れするのかでさっき言ってた価値観の違いみたいなのが分かると思うんで、うん、それが合致すればすごい風通しのいい関係になると思うんで、うん、よりいいのかなとは思いますけどね。ケンタロウの行動 一個一個メモして、メモ女性の友達同士で擦り合わせたりとかしたいですよね。<laughs> ここここちょっとあれあのあそこがこうじゃなかったらいいよねとかわ、ね、かります。うん、思い浮かぶもんね。<laughs> もうすごい今思い浮かんでたね。うん、あれやだよね。あれやだ。ねわ<え> <laughs> かる。<laughs> 気になる。わかるあれやだ。はいあのー、今回ですねあのー、早めにこうご覧になっていただけるということでタイミング的にはクリスマス前ということで。 逆にこう最後もお話しさせていただきましたけどカップルの方だったらこう、いろんな意味で風通しが良くなるのかなと思うのでクリスマス前にいろいろ年末ですし生産していく映画にはぴったりなのかなと思いますのでまあ、年始に見てもまたこういろいろ心新たにっいう意味でもすごくちょうどいい映画なのかなと思うのでぜひ今日楽しんでいただければと思いいまます。今日あありりががととううごござざした。ありがとうございます。